京丹後市久美浜町。ここに明治の納税者番付1位にもなった豪商稲葉本家があります。稲葉本家は織田信長に属した美濃の稲葉一徹の末裔と言われ、江戸時代には酒や味噌を作る麹の製造と海運業を営み、久美浜をはじめ周辺地域の発展に貢献したと伝わる名家です。もともと麹屋一筋でなりわいとしてまして、その後に海鮮業、そしてその後公金預かり所の掛け屋をずっとなりわいとしてましたので、近隣諸藩の、ね、金を独占する豪商となっていったところになります。母屋は1890年、明治23年に建てられ、土間と居間による一体的な吹き抜けが広がり、2003年には国の登録有形文化財に登録されています。座敷からは庭園が眺められ、その昔地震や飢饉の際に地元の人たちに振る舞ったという名物ぼた餅を味わうことができます。また陶芸や絵付け、お香の体験もできるということです。ここはですね、まあ、133年そのままの状態で、特に母屋はそのままの状態に残っていると。だけども、まあ、13代目が亡くなられて直系の血が途絶えて、生活が昭和の29年から、まあ、平成入るまで50年間空き家だったという空白の時代があるんですけれども、その時代を経てでもね、こうしてそのままの状態で残っているということは、やっぱりこの地域愛に恵まれているというか、まあ、稲葉さんの長年の貢献が非常に大きかったんだなということを改めて感じる次第でもありますので、私自身もこういったところでね、生活して仕事ができるというのは非常に嬉しく思っております。稲葉本家の母屋を抜けた通路の突き当たりには、平成17年頃に設置された時空を超えるポストがあります。陶器で作られたポストは地元の陶芸作家酒井義彦さんによるもので、投函口は1年後、3年後、5年後と3つあり、未来の自分や家族など大切な人にハガキが送れます。お客様に時空ハガキを書いていただきまして、1年後、3年後、5年後の3つのポストのところに入れていただくというふうになっております。まあ、地域、ここの観光に来ていただくお客様の思い出作りのために作ったポストになります。専用の絵はがき、時空はがきは稲葉本家の風景が描かれた全10種類で、切手代を含めて1枚税込み300円。ポストに投函されたはがきは稲葉本家で預かり、1年後、3年後、5年後の正月に届くように保管されています。60代以上の高齢者の方が非常に多いところですので、自分が書いてご家族に書かれて、で自分が当然亡くなられて、まあ、3年後にメッセージとしてご家族の方に届いて、そのご家族残されたご家族の方が大変喜ばれて、ご家族一人一人のなんか成長をメッセージ書かれてたんで、まあ、こちらの方にありがとうございましたという、そういうエピソード非常に、ね、何件かありました。すみません、順番に、はいはい、この日大阪や京都市内などから旅行に訪れた幼馴染4人が稲葉本家に立ち寄りました。高校、まず高校の同級生やけど、全員同じなのは同級生、とんでもない旅だったんです忘れ物したりなくし物したり、わん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 言うててほんで今日に至る今日は2日目やな、2日目やねんけども、まあとんでもなくハプニングな旅やったんで、ええー、思い出になったなと。今日3日目やね。あ、今日3日目か、うん、いつ書いたかって書いとかなあかんな。なるほど。これな、いつのことか。
いや私はね、このいろんな今日の旅がね、すごい懐かしく元気で思い出せたらええなと思って書きました。5年後どないなってるやろ。自分やな。自分自身にです。はい、生きていればね、この届いたこれを見てどんなに懐かしく思い出すかと思いますね。はい、もうね、就活の一つです、はい、そう、これから先、まあ、100年時代って言いますけどね、まず5年か10年ぐらいじゃないですか。こうして歩いていろいろ列車を選んで乗って、それからおいしいものを食べてっていうようなことができるのは、それの、スタートの、まだ一歩とかな、本当に届くかなということぐらいしか書いてない。楽しかったからまた会えたらいいなと書いたんですよ。そうか。そしてそれぞれの思いを未来へ届けるため、ポストへハガキを投函していきます。5年後に入れます。5年は長生きできるやろ。私は3年です。現在の思いを未来へ届ける時空を超えるポスト。あなたは1年後、3年後、5年後、どの未来に向け、誰に宛ててハガキを出しますか？頑張ります。